船。船、フナ,フナ、魚は、濃いめ濃いイ濃い赤船属に分類される魚の総称。ユーラシア大陸において広く分布する魚の一種。日本を含むユーラシア大陸に広く分布し、河川、故障、ため池、用水路など、水の流れの緩い淡水域などにも生息し、水質環境の悪化にも強い。他の濃いめの王道用背びれは一つだけで、 ヒレのトゲ状は柔らかくしなやかである。背中側の体色は光沢のある黒色か褐色で、腹側は白い。全体的長い見は鯉に似るが、口元に髭がない。また、鯉に比べて頭が大きく、体高も高い。体長は10から30センチメートル程度だが、ゲンゴロオブナやヨーロッパブナは40センチメートルを超えるものもいる。 ゲンゴロウブナとその品種改良種であるヘラブナは植物プランクトンを食べるが他のフナはほとんどが雑食性である。水草、貝類、昆虫類、甲殻類など様々なものを食べる。産卵期は春で浅瀬の水辺に集まって水草などに直径1.5ミ、mm、リメートル程度の付着性卵を産みつける。ナは 生物学的な分類が難しいとされている魚の一つである。姿、形、色だけで種を判別することはできないため、初心者が種類を見分けることは困難である。例えば、日本社会においては、船と呼ばれる魚は、関連的に細かい種類に呼び分けられている。しかし、その種類がそれぞれ生物学的に別種か、あしか、同じ種なのかは未だに確定されていない。 なお、俗に言う、マブナは、ゲンゴロウブナと他のフナ類を区別するための総称である。フナは、人間に触れやすい環境に生息していることから、身近な魚として、人々に親しまれてきた。例えば、日本社会では、多くの人が知っている、文部省昇華、ふるさと、高野達之作詞岡野定一曲には、小船釣り鹿の川という一節があり、 距離のイメージの一つとして歌われている。また、日本の古典文学である万葉集や今昔物語集にも、船はしばしば通している。なお、こうした古典文学における船の別名としては、波神、不文字、山吹などがある。また、色素変異を起こして退色が赤色となったものをヒブナと呼ぶ。金魚はヒブナをさらに品種改良したものである。 釣りでの餌は、ミミズやネリエが用いられる。船は、水の流れの緩いところにいるので、浮きを利用した釣り方が、一般的である。釣り上げる際には、うまく浮きの動きに合わせて、釣り竿を上げる必ずがあるが、それほど高級な釣り具を使う必要もなく、様々な淡水域に生息している魚であるため、年齢を問わず多くの人々に船は、魚取りや釣りの対象となっている。そのため、 釣りは船に始まり船に終わると言われるほど基礎的な釣りである。船はアジア地域においてしばしば食用とされる。日本においては滋賀県の船寿司や愛知県、岐阜県、三重県の船味噌、岡山県の船藩、佐賀県、鹿島市の船の昆布巻きなどの伝統的な船の料理が知られている。 かつては身近で重要なタンパク源としてよく食べられていたが、近年では炭水魚独特の泥臭さが敬遠されたり、船そのものが水環境の悪化によって減少したりしているため、一般的には食べる機会は減っている。しかし、船の食利用が途絶えたわけではなく、例えば、滋賀県の船寿司は現在でも著名な特産品の一つである。佐賀県鹿島浜町では、 毎年1月19日の早朝から船市が行われ船が販売されている。早朝に買い求めた客はそれぞれが家庭にて船小食いとして調理するのに半日以上を要するため、翌日の20日、正月に間に合わせるため市は早朝に開催される。船市ではヘラ船よりマブナが微味とされより高額で売られている。その他、 日本での一般的な調理方法として、塩焼きや、煮付け、天ぷら、甘露煮、刺身、洗いなどがあるほか、小さい船を、複数、一本の竹串で刺しつらげ、ね、タレをつけて焼く、スズメ焼きなどもある。また、小布をす焼きにしてから煮ると良い出汁が出るという。香川県では、酢漬けにした船の切り身を野菜と酢味噌で和えた、鉄板とい料理もある。長野県佐久地域の、 船寿司は、船の甘露煮を、酢飯の上に乗せたもので、滋賀の船寿司とは異なるものである。しかし、生殖や加熱不完全な調理状態のものを、接触すると、緩急中や、有極顎口虫による、寄生虫病を発症する、可能性がある。船は、内水面漁業の主要な漁獲魚種である。 日本における2004年の総漁獲量は2258トンで養殖を除くと避けます。鮎に次ぐ漁獲量だった。都道府県別に見ると埼玉県が最も多く、続いて岡山県、茨城県、千葉県、熊本県、青森県、岐阜県、新潟県、島根県、滋賀県の順に多い水産庁、平成16年漁業、養殖業生産統計による。 天然魚の捕獲だけでなく、養殖用種苗魚生産と農業用ため池や水源での養殖も行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。